お、君は起きてくれるのかい？むにゃむにゃ、もう起きるって、むにゃ。起きろや。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ、第2の門。ここは一体何で？ストープ。ここでストープ。何で判断されるんやろ。貴様らここに来たということは、この先に進むつもりだな。もちろん。だが、俺は亡きエンマ大王様より、ここの番人を仰せつかっているのだ。ほう。貴様らのような見知らぬ人間を、ホイホイと通すわけにはいかんのだ。わかったか？はい。わかるなよ。よし、素直でよろしい。俺は素直な奴が大好きだ。それじゃあ素直な貴様らに、今から大事な質問をするぞ。ふんふん。エンマ大王様は俺に言った。ここを通れるのは大人だけだと。貴様らが子供だった場合、ここで追い返すことになる。貴様らは大人か？それとも子供か？正直に答えろ。なんでゴリラっていう選択肢がある？ちょっと気になる。ゴリラです。え？ゴリラ？バカにしよって、小ゴリラめ。許さん。許さん。貴様らのような嘘つきは下に落としてやる。また？ふわぁ。そしてまたしても。またしても、ですよね。うわ、同じとこかな。妖魔界嘘つき山。え？いいえ？なんか普通にいっぱいモンスターじゃない。妖怪たちがおる。これは、何あげよっかな。クリームパン。どうぞ。閉じこうもり。よし、行くぜ。いけーい。悪い子犬が。ここでは、かくれんぼ的なのはないんかな。おっしゃ、オッケー、勝利。ふふー。あ、来た来た。倒した閉じこもりが近づいてきた。家からは出たくないけど、君と友達になるのはいいかも。閉じこもりと友達になりますか？なんかいろいろはみ出しとるけどね。いや、ニックネームはいいです。閉じこもりの情報を妖怪大辞典に登録した。ふぅ。この人玉は関係ないんか別に。なんかところどころに話せる妖怪がおるっぽいね。ほらこの子とか。残念。ここは一度落ちたら二度と上がれないよ。それは困る。嘘をついたのは私だけども困る。白い奴ら、最高にいい奴ら。毎日一緒に遊んでる。何白い奴らって。怖いよ。火の玉のことかな、もしかして。怖っ。別に特に何もできない。ほっ。ん？なんか白いやつがおるね。閉じこもりの。白い版みたいなのが。なるべくなら戦わずにやっていきたい、私。白い奴らがいてくれるから、何も欲しいものなんかないよ。白い奴らって何なの？不気味なんだけど、これのことなんかな？でもなぜ、あれがいたら他に何もいらないんだい？ひえ。行くぜ行くぜ。どこからどう行けばいいのかがよく、こうか。あれ？また同じ場所に戻ってきたような気がする。ですよね。ですよね。ここ上がれない。上がれない。ここにいる子たちはみんな嘘つきってことなんかな。
も嘘つきってことは、ここ一回来たら二度と上がれないっていうのも嘘ということだ。なんかこれ見よがしな感じの橋がかかっているけども、怖いよー。紅葉空手講座を手に入れた。よし、また落ちた。なるほどね、落ちるのね。ほうほう。真面目に生きるを手に入れた。真面目に生きよう。なんかあっこにも話せる妖怪が。ね、何落ちた。へえ、どういうことやねん。つらー。え、この子話せる子だね。俺たちもともと三つ子で、そのうちの二人が合体した姿なのね。なんてな。ギャハハハ。ここに落ちてきても、まだまだ嘘をつくのね。そういう感じなのね。なんか、さっきとはまた違う場所にやってきたんだけども、話せる子っぽいね。サポートライフ特別編を手に入れた。僕も白い妖怪の一味だぜ。白い妖怪？じゃあ人玉のことではないのか。ここは一体どこなんだよ。なんだかよくわからない場所に。あ、よいしょ。ここにも橋がかかっている。白いやつを見つけたら、俺がガツンと言ってやるぜ。ブルブル。白いやつって何なんだ。めっちゃ気になるけど。でもこっちっぽいね。よっ。お、上がっていけるじゃねえか。何事もなく上がってきた。白いやつって何やったんやろうね。謎。え、めっちゃ謎なんですけど。やっぱりあれのことなんかな、人玉みたいな。お、術の秘伝書を手に入れた。あ、あそこに第三の門かな。第三とか、おお、怖い。はい、やってきた。わしは力自慢のクローニじゃ。普通にバトルかこれは。この腕っぷしを閻魔大王に認められ、ここの番人を任されたんじゃ。ほう。それなのに閻魔大王は、なんちゅう惜しい人を亡くしたんじゃ。そんなわけで、わしは閻魔大王亡き後も、こうして番人をしておる。お主たちがここを通るのにふさわしいか、このわしが見極めてやるけんの。ほら、絶対普通にバトリア。お、なになに？え、なに？違うの？見た目？お主たちの今までの戦闘回数は2776回か。ああ、なるべく避けてきた。でも、ほら、レベル上げとかはしたし。お主たち、顔に似合わずなかなかの荒くれ者と見た。わしはお主たちが気に入ったぞ。ここを通してやるわい。やったー！これからも戦いを積み重ねて腕を磨いていくんじゃぞ。初めて認められた感じ。ふぅ。でも、今回はどんな場所に落とされるんかもちょっと見たかった。ね、これなんなん？雪？雲？なんかよくわからんけど。お、白くなっためっちゃ。ここが越見回廊大王の門。ギャー！私はそこの箱を取りたいんだけど。みんな白い。白い妖怪ってこういうやつのことか。なるほどね。ちょっとアイテム使うの忘れたわ。白い奴らがいるからなんか、なんちゃらかんちゃら、みたいな。なんか違うんかな、普通のと。普通に色違い？別に特別強いというわけでもなさそう。ね。ガガガガガガー。あ、やっつけた。やっつけた。フシフシドレイン。あれ、やっつけてなかった、まだ。一体いたのか。イェーイ、勝利。まだあるんかな、もう。お、ブシニャンレベルアップ。よし。
あ、一応、越剣回廊大王の門ってなっとるけん。あれか？もうこれで最後ってことかな。キュッピーもあるし。お、君は起きてくれるのかい？むにゃむにゃ、もう起きるって。むにゃ。起きろや。めっちゃ見られよる、これ怖。ほら、キモ。花？上のって。え、なんかめっちゃ花みたいなんない？なんで目の上に花？え、なんか下は歯みたいに見える。キュッキュッキュピピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。休憩は大丈夫。ってことで行ってきます、私。ふぅ。あれ？自動的に入っていくんかと思ったら違うんかい。あー、いたよ、気持ち悪いやつ。こっから話すんか。アイラちゃん、あいつです。見えるよ。あいつっていうか、こいつやんね、距離的に。いかにも、私が魔界議長、イカかもね、そうかもね。人間の子供ごときか、よくここまで来られたものだ。あ、そうかもねっていうのも、この、こいつの、それがフルネーム？妖怪と人間が友達など、いかん。いかんぞ。この世の中は人間よりも優れた。我ら妖怪が手にするべきなのだ。勝手なことを言いますね。私たちのように、自分の意志で人間と共に暮らしている妖怪もいます。それをまるっと無視している時点で、あなたは支配者には向いていないのです。そうだよ。私の友達はそんなこと望んでない。みんな仲良く暮らしてるよ。ねえ、真央くんどこ行ったの？そんな考え方はいかがなものかと。妖怪も新時代が必要なのだ。いかんともしがたいよ。お前らごときに私の野望に邪魔はさせん。え、もう戦闘か。あ、来た。来た。これは、奥の腕とかは別に、狙えないか。これはなんか手に口みたいなんついとる。これはどうなんすかね。いかがなものかと。よし、行け。悪い声ねが。よし。あ、違う。狙うは別にこのまんまでいいや。ガガガガガガガ。回せ回せ回せい。行け。いかがなものかと。神の左手？右手と左手でなんか力が違うとかそういう感じ？よし、行くぜ。合わせろ、合わせろ。なんか、片方は回復で片方は攻撃みたいな。違うかな。そういう感じじゃないんかな。お？なんか、いい感じにバチッといってよ、今。はい、受け。いかがなものかと。お、なに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 ？いい感じ？でもまだ倒せそうじゃないよ。最高フィーバー。はい、ブシニャン。全体攻撃とかやってくるんかな。嫌やな。ボスやもんね、あるよね。よし。行くで、旅がっぱ。ゴー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 。激流一戦。武士の情けなんてしなくていい。あ、待って、お祓いしとこう。連打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 。へへ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 。別に動かす必要ないんかな。連打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 。おい、来たー。おい、来たー。んで？あれ？これ。あ、いける？オルチがいける。よし、いけ。なんかあんまり体力減らせてないことない？ふわー。どうすか。え、これ手狙えとる？狙えてなくない？全然。ほら。あれ？打てない。あれ？あ、手終わったってこと？もしかして。じゃあ、あとどれ？顔。顔？もうあと顔だけ？よし、行こうじゃ。狙ってこう。あ、待って。おいし。さすらいだな。もうなんかすごいダメージ与えれとる。これってさ、まあ、全体的なものであっても、
ピンで狙っとるのと狙ってないのじゃやっぱり与えれるダメージ全然違うんかな。みんなどう？まだ溜まってない？あ、オロチがもうちょっとで溜まる？なんかオロチあっという間に溜まるね。よし行こう。てか他のみんな溜まらなさすぎじゃない？こんなもんなんかな。オロチが溜まりすぎなだけなんかな。ヤマタのオロチ、イエーイ。ちょっとほら、水全然たまらんやん。どんだけなん、ちょっと。どんだけなん、ちょっと。私がバンバン使いすぎたかな。くほら、オロチがまたぐんぐんと。頑張れ、頑張れ。あ、もうちょっとでやっつけれそう。もういけるんじゃね、これ。え、なになになに、やばいかもね。あと3ターンってこと？ちょっとその前に倒したい。でも相手の技もちょっと見てみたいけど。これ狙えんの？あ、腕狙えるやん。いけ、腕狙ってこう。あ、オロチがいける。待って、はい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 。でこの3とか2とかってターンってことよね、きっと。頑張って、ヤマタノオロチ。なんか、手の数が減った？お、キャンセル！やった！相手の技キャンセルできた！すごい！いいやん、いいやん。よし、あと。狙え、狙え。みんな頑張れ。あとちょっと。普通の技でやっつけれてしまうんじゃない？これ。お、やったね。てか他のみんな一回通りしか技が出せなかったぞ。オロチがめちゃくちゃ活躍してくれた。勝利。なんか本体なくなったのに足だけある。キモい。ふう。お、みんなレベルアップ、いいね。オロチだけレベルアップしてない。技レベルアップね。いかんともしがたい人間め。私の野望を打ち砕くか。ウィス。当然です。人間界は人間たちに任せるのです。妖魔界だって初めから誰のものでもありません。それが奪われていくのを、同じ妖怪として見過ごすわけにはいきません。私はまた必ず蘇る。そして再び、妖魔界に君臨し、人間界を我が物にしてやろうじゃないか。それまで待っているがいい。いかーかかかか。よくそんなこと話す余裕があるね。死ぬ間際に。え、あれは何？辛さの一部じゃないの？私たちの目が黒いうちは、そんなこと決して許しません。それにしても、実に長い戦いでしたね、アイナちゃん。そうでもないけど。ともあれ、これで人間界の平和は保たれました。これで私も安心して、三食昼寝付きの執事生活に戻れるというものです。わ、すごい、いいっすね。よかった、よかった。さあ、イナちゃん、人間界に帰りましょう。そうだね。行きますよ。マオ君を安心させるためにも、まずは報告に行きましょうか。うん、学校で待ってくれてるんだよね。行こう、ウィスパー。マオ君は今何してるの？桜第一小学校に行こう。よし。じゃあ、とりあえず、迎えますか。え、待って。あ、復活してるやん。妖魔界に入り口までワープしますか？します。ペローン。びっくりした。できんのかと思った一瞬。はい、出てきた。やっと目覚めてくれたんやね。みんななんかすごい勢揃いしとる。送り出してくださいまし。人間界に戻りまーす。行くわよ。はいはい。マオくんはモヤモヤしながら小学校で待っとるだけなんかな。人間界でございます。ふう。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、もうこれで妖魔界に用はない感じかな。てか私今ランク A よね。ランク S はいつになったらできるの？それはクリア後とかそういう感じやったっけ？今までも。ちょっとよくわかってないけど。